チベット動乱。チベット動乱は中国政府のチベット統治、支配に対し、アムド地方、カム地方における民主改革、社会主義改造の強要をきっかけとして1956年に勃発し、1959年に頂点に達したチベット人の高中独立運動のことである。中国政府はチベット反乱と呼ぶ。1914年、中国政府は シムラ協定を批准せず、シムラ会議はイギリスとチベットのみでの合意に終わる。ダライラマ政権がチベットの南半部、チベット部分、中国が北部、東部、アムド地方、カム地方を抑えて退治する形成が続く。人民解放軍、イコール、中国共産党の軍隊のチベット侵入以前、チベットの国土のうち、チベット政府。 関連ポタンが実効支配していたのは、ガリ地方、サン地方、ウー地方、カム地方の西、チャンタイ高原などであり、アムド地方の全域及びカム地方の東部は中華民国の地方政権の支配下にあった。1949年、国境内戦で中華民国に勝利した中国共産党が中国を掌握する。中華民国国民党政府が、 アムド地方、カム地方の北部、東部に設置していた青海省、西高省等が中国の支配下に入る。チベット政府は中国政府とつながりのあるすべての中国人を国外追放し、国民党と共産党の双方から非難されるが、同地のチベット人、モンゴール人の抵抗が1950年代初頭まで続く。1949年6月11日に、 パンチェンラマ10世がパンチェンラマ9世の転生として中国国民党政府の承認を受け即位した。中国共産党政府は翌1950年1月には新中国政府によるチベット中流を要求した。1950年6月、イギリス政府は庶民院で中国のチベットに対する総試験を認める準備はできている。しかしチベットは 自治権を尊重されていることだけは理解してほしいと表明したが、1950年10月、中国人民解放軍は、チベットは兵解放と称して、ダライラマ政権が実効支配していた、チベットのムド地方の西部に侵攻し、チャムドを占領。ドカム総督のラルケサンワンドゥ、ウンガプウンガワンジクメラが捕虜となる、中国名、ショート戦役。1951年、 中国人民解放軍が、新京方面、大海方面、チャムドの3方面からラサに向けて、新軍、無欠入場しこれにより、チベット全土を制圧する。その間、チャムド地区からの中国軍の撤退を交渉する権限を委ねられて、北京に派遣されたチベット施設団が、ダライラマの許可を得て、中国政府との北京での交渉に参加し、17カ条、協定が結ばれた。 この締結により、チベットを覆う中国の主権が明言され、チベットは事実上併合された。この合意は、数ヶ月後、ラサで批准された。この後、チベット政府は、実地の枠組みを保とうと努力を続けたが、人民解放軍がチベットに駐留したことで、チベットは、中華人民共和国の支配下に入ることになった。中国共産党政府による、チベット併合後、 チベット人による抵抗運動はことごとく弾圧され、多数の市民が大量虐殺の対象となった。1952年から1958年における、カンド地区、中国の区分で、甘粛省観乱州において1万人が犠牲になった。中国政府は、チベット併合後、一貫して、独立運動、亡命政府を分離主義として非難し、 信仰や併合及び虐殺その他を正当化している。中国共産党は、旧国民政府が、成功省に帰属させながら、実際には、実効支配を確立できなかった、カム西部、ショート地区については、中国政府に忠誠を誓う、チベット人によって組織されたショート解放委員会引き続き、チベット地方に帰属させ、カム地方東部のみを範囲として、 成功症増族自治区を発足させた。この時、チベット人の比率が低い南昇地区は、雲南地方に移管された。この成功症増族自治区は1955年に廃止され、カム地方東部は、四川省に組み込まれる。1955年に、17カ条協定における、改革は強要しない地域、イコールチベットのうちのチベット部分に、 相当から除外されたチベット北半部、アムド地方、カム地方東部において民主改革、イコール社会議改造が開始され、チベット人の反発が高まる。また、中国政府は、唯物主観に則り、宗教を反撃し、遊牧地であった土地を取り上げ、漢族の大量入植を進めた。このため、チベット人との圧力が高まり、 1956年、アムド・カム地方など、チベット北半部において公中放棄が全面的に勃発し、チベット動乱が始まった。1956年末、中国の区分で、四川省に所属する、梁山、美中とめ、西小、皇帝、チベット所属で当時チャムド解放委員会管轄下の、ギャンダゾン、コートール、暴行にて第一次放棄が起きるが、 人民解放軍によって鎮圧される。17カ条協定協定の枠組みのもと、元ポタンの統治下で平穏を保っていた、チベット南半部、チベットに、アムド地方、カム地方からの難民や、敗北したゲリラ兵が流入し、1957年、チベット高原北半部出身者による、統一高中ゲリラ組織、チュシガンドクが結成、チベット南半部で、 ゲリラ活動を展開を始める。チュシガンドゥクは、東西冷戦構造に組み込まれ、アメリカ CIA からの訓練や資金、武器の供給を受けるようになる。中華人民共和国政府、ガンデンポタンに、チュシガンドゥクの鎮圧を命令する。中国軍は1957末に平定に成功。さらに、反乱勢力10万人に、 人民解放軍6万を動員して鎮圧する。中国共産党発表によれば2万人を殲滅し、2万人を逮捕した。1957年から58年にかけて、バタン、ハトウ、イニシ、トクキン、中治むなどにおける第二次放棄に対し、中国軍は1958末に平定に成功。5500人を殲滅した。 1958年3月から8月にかけて、韓粛から青海にかけての42万平方キロにかけて、チベット人13万人が反乱を行った。中国軍は、うち11万人を殲滅して平定した。また、青海省における、チベット人、モンゴル人の遊牧民5万人を逮捕した。この数字は、青海省チベットモンゴル人遊牧民総人口の10%に、 当たる。逮捕者の84%に当たる4万5千人が5人逮捕であった。交流中に2万3260人が死亡。誤って殺害された者が173人。宗教、民族分子259人、民族幹部480人が死亡。1959年、中国政府が元元元ポタンに首相ルカンワの解任を要求する。 1950年代後半、ラサでは、チベットにおける中国のプレゼンスへの反発が高まっていた。1956年には、カムヤ・アムド地方で、チベット人による武装反乱が始まり、その結果チベット東部には、人民解放軍が増派された。人民解放軍は、チベットの村や総員に対して、制裁攻撃を加えた。人民解放軍の司令官は、 反乱するゲリラ部隊を屈服させるため、ポタラグユやダライラマ14世を爆撃するとの脅しも繰り返し言った。1959年には、動乱が岩田ポタンの管轄領域、チベットにも波及する。同年3月、ラサチュートンの中国機関が、ダライラマ14世を感激に招待するが、ダライラマ14世が中国に拉致されることを襲った、ラサ市民が、 ノルブリンカグーを包囲した1959年のチベット放棄。3月1日、ダライラマ14世のもとに、ラザ郊外にある人民解放軍司令部で感撃をしないかという珍しい誘いが届いた。3月9日、ダライラマ14世のところに人民解放軍陸軍の将校たちがやってきて、伝統からは外れるが、ダライラマ14世が感撃の際に、 従来の武装警備隊を同行させないこと、宮殿から駐屯地に移動する際にも公式な儀式を行わないこと要求した。この正体についてチベットは、ダライラマ14世の拉致を中国が計画しているという疑念を生んだ。3月10日、約30万人のチベット人が、ダライラマ14世が宮殿から連れ出されることを防ぐため宮殿を取り囲んだ。 ラサ中ンの中国人民解放軍、市民に解散を要求、さもなくば砲撃すると通告する。人民解放軍と市外のゲリラとの間では、前年の12月にも小競り合いがあったものの、この日の事件がラサ放棄の始まりとされている。このラサ放棄では3日間で1万人の1万5000人のラサ市民が死亡。3月12日、ラサの街頭に集まった抗議者たちが、 チベットの独立を宣言した。ラソの通りにはバリケードが築かれ、人民解放軍及び、チベット軍は衝突に備えて、ラサ内外の拠点を要塞化し始めた。市外の武装反乱軍に対する指示の単案も始められ、インドの領事に対しても支援の訴えが行われた。人民解放軍の大砲は、ダライラマ14世の下記用の離宮ノルブリンカを射程に収めていた。 3月15日、ダライラマ14世のラサシからの避難準備が始まり、ラサシからの避難経路を確保するために、チベット軍が派遣された。3月17日には、ダライラマ14世の宮殿の近くに2発の砲弾が着弾した、生命の危機を感じた、ダライラマ14世はインドへ亡命、インドへの国境越えの直前、チベット臨時政府の樹立を宣言する。 衝突は3月19日の夜に始まった。チベット軍は著しく、数に劣り武装も貧弱だったため、この戦闘は2日で終了した。法王をしたって、チベットの民衆8万人も、インドへ亡命した。州オンライ首相及び、中華人民共和国国務員は、チベット独立軍を鎮圧後、 チベット地方政府を廃止しチベットの統治をチベット自治区光る備え委員会に委ねた。同年4月、ダライラマ14世はインド北東のアッサム州テズプールに到着し、17箇条、協定は武力威嚇によってチベットに押し付けられたものと発言。さらに、法王は北インドの山岳部ムスーリでチベット亡命政権を再充立し、私の政府と共に、 私がどこにいようと、チベットの民衆は我々を、チベット政府と認めると宣言した。東例法による、中国共産党政府の記録の調査によれば、中共軍は1959年3月から62年3月までに、中央チベットにおいて、死亡、負傷、捕虜を含めて9万3000人のチベット人を殲滅、武器3万5500兆、法70門を露覚した。 1960年には中国がチベット南半部における支配をほぼ確立するが、他方、チュシガンドゥクがネパールのムスタン地方を基地としたゲリラ活動を展開。1966年、チベット自治区が発足。同1966年、文化大革命が波及し、公衛兵ラサ進中を開始し、年長世代による宗教や信仰が急断された。 1972年、米中の国交樹立により、アメリカの CIA による、出資眼力支援が中止された。1974年には、出資眼力解体、ゲリラ活動の中止。チベット動乱による、チベット人の犠牲者数については、以下のように諸説ある。坂井信彦によれば、犠牲者は総人口の5分の1、120万人に、上るとされる。 これらの犠牲者の中には自殺者や行方不明者も含まれる。チベット亡命政府や国際司法委員会のチベットと中華人民共和国報告、石城ーカリーとブレークカーによるチベットにおける拷問と東国の報告、アムネスティの中国における拷問、国連人権委員会のチベットにおける真実などが中国政府の恐怖政治を告発したが中国は これらの主張を強く否定している。ICJ は1997年にも中国によるチベットへの抑圧が激化していると報告している。1953年におけるチベット公式の国勢調査では中央チベットの人口は127万人と記録されており、中国政府の主張に従う学者はこれを根拠として、虐殺被害者120万という数字の信憑性を 起死する。サムドン・リンポチェ、チベット亡命政府首相、2001から2011年、及びダライ・ラマ14世によれば、1962年には、チベット自治区内の2500の総員から、総侶の93%が追い出され、残された総員は70だけだという。1950から1976年の間の、 侵略及び占領の直接的な結果としての死者数は次のように推定されている。以上、合計120万7387人。2006年には、この大量虐殺、人道に反する罪、国家テロ、拷問の権威は、スペインの法廷によって取り調べられた。2006年9月30日に起きたナンパラ峠襲撃事件をきっかけに、 チベット系スペイン人活動団体チベットサポートコミッティオブスペインとファンデーションカーサデルチベット在バルセロナチベットハウスファンデーションが提訴スペイン最高裁判所は普遍的管轄権に基づきチベット人ジェノサイド事件として受理した2009年5月5日スペイン最高裁判所サンチャゴペドラズ判事が中国におけるチベット問題に関して 中国政府高官8人を人道に対する罪を犯した容疑で裁判に召喚することを発表、翌日には中国に通知された。容疑者にはチベット自治区党委員会初期長経営、ウイグル自治区党委員会初期王落選、中国少数民族対外交流協会前、会長リーサオシュラが含まれている。ペドラズ裁判官は中国当局に対して、 2005年に締結された中国とスペイン二国間司法協力協定に基づき司法協力を要請し、さらに国訴内容が実証されれば人道に対する罪侵害の罪でスペイン法と国際法の両方で裁かれることを通告した。これに対し中国政府は虚偽訴訟として訴訟に応じないと6月16日に発表し、また ペドラズ裁判官が中国に渡航した場合は、逮捕されると口頭で答えた。中華人民共和国観光の文献には、チベット動乱における地方ごとの個別事例として、兵士や一般民衆に対して、相当規模の殺害が生じていたことを述べる記録が、多数出版、交換されている。以下すべての、第8章、1959年チベット、反乱最高。 エスノナショナリズムの書層で紹介されている事例。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。